ジュミニュースイングレイドオフ。今日はエンジョイ対決ならではなんで、エンジョイぶってるけどさ、ぶってるぶってるけど飛ぶ よ。おマイコ。これです。うまい。うまい。前半後半トータルこれの勝負だから。1番パー4、338ヤード。さあ、ジミさん。はい、後半よろしくお願いします。よろしくお願いします、タイガー。します、タイガー。いい天気じゃない？いい天気すぎるよ。お願いします。よーし。よし。右サイドに着弾だな、これ。はい、ナイス。ありがとうございます。ツー。わ、なんかベントする。何これ、すげえキラキラしてる。あれ、こんなんでしたっけ。キラベン。キラベン、うん、エロいな。もう一回言ってください。エロくはないでしょ。エロくない。キラベン。キラベン。なんだ。じゃあ、後半もお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。よし、今日はみんなで楽しくまったりゴルフでしたっけ。知ってよ。まったりゴルフ対決。今日はどこのゴルフ場か教えてくれなかった。そう。いや、なんか、秘密って聞いてきたから、うん、じゃあ秘密にしようと思って LINE 飛び交ってましたよね。秘密かどうか。秘密って。おはようございます。おお、一気に変わったよ。どう、ヤス君。ナイス。あ、ジュミをはるかにはるかに置いてかれたのね。なんで、うん、キャリーで置いてかれてました。ナイス。完成したわ。後半で7つ潜る、うん、オーケー。後半で7つ潜る。7潜り。2グ29か。すげえわ。さあ、3レイドオフ。レイドオフ。よろしくお願いします。お願いします。なぜ何も言わない。よいしょ。俺の所属の遅さになぜ何も言わないっていうか、どこに行ったか分かんない。まあいいとこ。いいとこですよね。閉、はい、まってたんですけど、うん、アウさんの音が聞こえてから1秒後ぐらいに見てもまだ球を終えた。やっぱ所属はみんなに見やすい球を打たなきゃいけない。確かに。それがアウの所属。アウの所属。あのドヤを黙らせたアウの所属。あのドヤが黙ったからね。何でも褒めることのできるあのドヤが俺の初速を見て言葉を失う。黙ったからね、あのドヤが。で、なんて言ったんですか。うん、よーなんていうね。よみがえる塾長。見なくていいです。見てください。5話目か6話目かな。怖くて5話目から見てません私は。あのショートホール。でも本当マイナス10度ぐらいあった。俺の中でマイナス10度。うん、それぐらい寒かった。もう春近づいてたんですけど、まだ寒い時期。寒の戻り。そう、ちょっと薄着でした、ね。まあ、あとアウさんは色味真っ白な服を雪上がりみたいな日にしててぐっちょぐちょなのに、それが今じゃ半袖短パンは俺だけ。やべえ、鉛いいわ。鉛いい。あ、よく全然違いましたね。てかやっぱバランス軽い方がいいと思ってたけど、自分のパワーを見くびってたわ。手で打っちゃうからね。そう、軽いと手で打っちゃう。パワーですか。パワー。パワー。力こそパワー。パワー。ジュミ、ブレーキ踏んでも止まんないよ。え、そうなの。止まんないよ。リモコンカートだから。ジュミ。これでいいんじゃないかって。ジュリアン。何？ミゲル。何？フォロー？フォローです。121。ジュミを暴露します。ジュミの本名はジュリアン・ミゲル。My name is Julian Miguel. さあ、番手はピッチング。何ヤードですか？120の打ち上げだから130弱。30弱。ほら、まあ、届かんけど。届かん。届かんけどは届かないんじゃない？届かんけど P で行くっていう。届かんのですか？あ、レイドオフだから。そう、手前から攻める。あ、そういうことですね。 130P は無理でしょ。あー、ちょっと右出た。あー、力んだ分。力んだんだ。力んだ分。力んだの。いや、結局なんか力んだ分なんからさ。9で行けよかった。力んだ分。初速見せようと過ぎちゃったよ。初速に自信持っちゃったよ。さあ、ジュミ。あー、なんか飛んじゃいそうな気するな。飛んじゃいそう。何やだ。87なんですよ。87を。もうちょっといいこと考えちゃった。なんだって。ピッチング激ハーフ。ピッチング激ハーフ。多分おしゃれな音するな。フォローもあんまりかかってこない。
結構左から。あ、シャークした。マンシャン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 くんのマンシャン。今日2回目だ、シャンク。今の気持ち、うん、こんな感じ。さあ、ヤスくん、激飛びのヤス。鉛を張って、飛距離がめちゃくちゃ伸び、方向性もアップ。76ヤード。76ヤードシステム。58度。はい。ナイス。あれ飛んでんな。カッ。なんでこんな飛ぶの。飛んじゃった？ヤス君、鍛えすぎ。言うじゃん。体鍛えすぎると、ボーン。飛んでんのか。パワーアーマー。腕っぷしの筋力っていうか、この辺が旗も、まあ、ちょっとふんわりはいけなかったね。あの大きさで、うん、58で、まあ、ロフト立っちゃったとはいえ、うん、あんな飛ばれちゃうとちょっとゴルフ難しくなっちゃうな。ちゃうよ。チャンスだと思えなくなっちゃうもんね。下に映る目が結構ガチ。これジミーが先だと思う。満車したんで、うん、あー、ヤツくん乗ってるじゃん。寄せましょうか。寄せますか。さあ、ジュンミさん、ジョメイさんのマネー。うまい。うん、レッスン。アウーさん。あ、僕56でした。アウーシャンは何番ですか。56度。20ヤード56度。うい。17ヤードキャリーで。あ、当たった。だーのまい。当たった。しゃめしゃめ。入れちゃいましょう、もう。10ヤード。はい。56度。どうだ。ちょっとか。うん。どまい。ヤス君マークしますよ。大丈夫。15号。ヤス君バーディーパット。下りが重いね。下重っすね。結構下ってるっす、うん、あ、ジュミさんパーパット。おいしそう。よし、ヤスパーパット。はい、ヤス君パーパット。引き続き下り、うまい。おーい、ナイスイン。ナイスパー、ナイスパーセーブ。今ちょっと大仕事でしたね。大変でしたね。あの上口がやばい。うん、スラすんのかな。アウボギーパット。アウボー。スラした。スラしちゃいました。ナボー。オッケー。ナイス。うまい。ありがとうございます。今日シャンク出てるよね。今日いや本当久しぶりですね、シャンク。こんなに。あ、2回目2シャン。今日2シャン目、うん、2シャンボ。2シャンボ。おほほほほほ。ダクティンジョンさん。おほほほほほ。いや、ジュミが追い上げてこないな。ジュミ追い上げていいんだって。そうですよね。スティンガーとか入れてきますか。じゃあ俺もやってますよ、だから。いや、シャンクとか追い上げて。いやジュミ今日ね、徹底してスラッピー打ち続けてるから。ジュミは OB 打たなきゃ追い上げらんないんだって、うん、そっか、忘れてた。そうだ、OB 打たなきゃ。僕あれですよね、右にピン切ってるけど右から行くんですよね。そうなの。そうなの。自分で俺振ってるんすから、自分に。それがジュミにとって難しいことなのか、俺らには判断できないんで。2番パー3164ヤード。このフォローをどう見るかだよね。このフォローをどう見るかだよね。同じことしか言ってる。新しいスイングしたい。ニュースイング。ニュースイング。片手打ち。2007、8、9、10、11のの左打ちタイガー。タイガー左打ち。片手打ちタイガー。片手打ちタイガー。レイドオフ。シャンク。え、シャンクではないでしょ。シャンク。これめっちゃシャンク。フルシャン。出る。あ、出ないか。あ、出た。出た。出てないかな。出てないと思う。いや、むずいな。ちゃんとやっていいんだよ。ちゃんとやっていいんだよ。でも今ちゃんとやったんでしょ。ちゃんとやったよ。ちゃんとやってよ。俺本気ですから。本当に今日シャンクが出てる。本当にやってシャンク出てるんですから。これが本気のエンジョイ対決。よし、8番で。はい。これそれこそ右から行くわ。おお、捕まったけど、でも大丈夫、いいんじゃない？来てるんだ。でかいんじゃん？
8でちょっとフォローがちょっとフォロー強かったですね、俺多分これ暫定普通に打っといた方がいいですよね。そうだね、そうそう、暫定変えます。7番で、はい、見せるか、ライン出し。いい球、これいい球だな、これいいわ。あ、でかい。オーケー、ナイス、ナイスショット、ナイス、あそこです。まあ、ちょい手前ぐらいか。ナイス、いいとこ、一番いいとこです。でかいと思ったら手前だった。ああ、そういうこと。じゃあ、これがジミの球。何番？7番。うわぁ、8が8番。しゃあ出てきてこれ、ね、なんか一瞬なんかポロってやつ見えた、ポロってやつ見えたかもしれないです。葉っぱなのか、ポロ見え根か。俺は見えなかったよ。じゃあナイス。いや、わかんないです。まあでも見に行こう。うん、あと、まあ通り道です。あとアウさんがリモコンカートなのに運転しようとしてた。かわいくない？かわいい、かわいい、ちょっと、かわいい。いや、みなみちゃんのちょっと撮ってなかったかな。俺普通に会話の中で言ったんだっけな。動画の中でわざわざアウさんをディスるような話しないか。いや覚えてないな。ほんと朝一話したんすよ。すげーいじってくれてよかったのに。結構、ね、エンディングはアウさん、ドヤさんもアウさんもみなみちゃんに負けて、うん、そして俺はゆきのちゃんに負けて、うん、安五郎全員1回戦で女の子に負けるっていう、うん、いいじゃん我々。悔しいっすね。違う、楽しい。ただセックスはかました。ただセックスはかました。おい、やめとけ。バカ野郎。かましてたらまだいいけど、もうなんならかましてないのに。かましてもないのに。向こうの立場を考えろ。考えろ。いいことなし。でもあれ近いから、あれ入れてボギー。レイドオフなってたんすかね。ジミはやっぱスイングさ、本当にレベル高いからさ、わかんねえんだよ、俺らには。そうなんですか。そこを見てって言われて見たらやっぎりわかるぐらい。あ、すいません。もう一歩、バーディーパット。ちょっとね、はい、重いんで、ただ俺が打ててないだけなのかわかんないけど、打ちます。しっかり。あれ、持ってかれる。なんだろうな。どうです？持ってかれますな。めっちゃ切れた。めちゃ切れ。普通に俺が思ったより切れた。あ、そういうことですね。アウセン。アウセンバーディーパット。アウセン。10メーター。残り。10メーター。意外に走るな。結構打った。そう思わないことやめて。面白いじゃないですか。シンプルに打った。シンプルに打った。うん、これ僕ボギーパットですか。3。そうだね。そう、入れよう。入っちゃい。惜しい。うれ、お先です。その先すごいね。それお先すごい。うん。本当にゴルフに集中してるから今。わかりました。これはもうここで俺は罰ゲーム確定したとしても、はい、ゴルフに集中する。オッケー。パーパット合う。1.5 メーター下りすら。1.5 メーター下りすら。アウさんのパーパット。下りフック。下りフック違いましたって。ナイスイン。安定のアウパット。本当にうまいっすね、パット。さあ、本当に集中し始めている、安五郎 TV、筆頭主。で、パーパット。パーパット。ナイスパー！ナイスパーセーブ！いやー、素晴らしい。やっぱエンジョイ対決って難しいよ。ジュリアン・ミゲル。ミゲル。バンカーが嫌だね。右のあれが嫌ですね、崖が。右崖。3番パー4、382。後半パーパーできてます。ヤス君です。382。後半ヤスの追い上げが期待されるが、どうなるか。のか382。382行ったら382。行ったら382。鉛効果。いや、鉛効果絶大でしょ。強弾道。ああ、左にキックしてフェアウェイ。38に行ったら38に。ナイス。38に行ったら38に。本当にナイス。素晴らしい。本当にナイスの38に。38に行ったら38に。ピークに作ろう。38に。よいしょ。ちょっと左か。失礼。あ、
戻ってきました。カート道の右に出てきました。セイで、その後左に転がんなかった。あ、転がった、うん、泣かぬなら泣くまで待とう。382ナムガルシップス382ユウテイミヤオ382サインコサイン382いや、もう382が頭から抜けよ。あ、左だ。あ、うん、音ない。音しないな。まあ聞こえないだけかもしれないけど。100人乗ってても38人あ、まあまあ受けてるから。いやでも聞こえちゃった。まあこれワンペだから、ワンペ採用しよう。エンジョイ対決だから。キーもし行っちゃってたらね。キー当たってないって。サンガぶつかってると思うんだよな。あ、そっか、距離か、距離か。あ、乗せられてんな俺。安くん飲めちゃってんの？これ、多分今安くんあたりがねすごい喜んでるのと俺は普通にドライバーがなんかちゃんと次打てるところにあって嬉しい。いや、もう完全に蘇ってきたね。それだけ。俺はもうスラッピー打てなくなってきてるんで。なんで？剥がしちゃえば。ダメだよ、あれ剥がされたらもう終わり。終わり。何剥がすの？何が？鉛。あとで少しずつ削っていくんだ。ダメだよ、クラブになんかされるのが一番へこむんだからどこからヘッドカバーつけてるんですか、アイアンの。いや、自然なこうあれとは違うよ。ああ、確かに。382普通に38に入ってた。ちゃうやん。何ヤードですか？150。8番で。はい。うわ、このつくし、めっちゃつくしんぼ。やばいでしょ、俺。これ確実に噛むな。それを見据えての8。8。出すか、ライン。あー、いや、これつくしじゃないですか、マジで。つくし分の右？うん。ロース。乗ってます。ナイスオン。よし。あ、ごめん。147。はい。はい。どこか取ります。何番？はいよ。9番。9番147。3打目だよね。のみさんがちょっとワンペナ入ってたんで、3打目、横から取ります。ナイス。ナイス。ナイス。はい、ヤス君、いいところに来ました。2打目。112。112。うん、ピン奥だね。52度で。はい。うん、ナイス。やっぱ飛んじゃうから。で、これね、俺だからダメだわ。あのウェッジは、うん、長いものはやっぱちょっとインから入れる意識がないとおかしくなるんだけど、うん、短くなるにつれて、まあ、そっか、そういうもんか。インから入れすぎちゃうとやっぱ飛んでっちゃうことね。特にアイアンってさ、そのある程度飛んでほしいけど飛びすぎるのは一番嫌じゃん。嫌いっすね、それはね。せめぎ合いだよね、うん、マジでちょっと60とか62とかそういうロフト本当に入れようか検討してる。ドヤさんもそれ入れてすごいアプローチ。へえ。ここ右、そんなあれだったな。なんかめっちゃ凹んでるイメージだったけど。そうだね。まあでも浅いよね。あ、行っちゃおうかな。よいっす。15.7 ヤード。はい。15.7 ヤード、上り、アゲンスト、バーディーパット。バーディーパット、15.7 ヤード。ちょっと立ったらフック傾斜感じるんで、右狙います。やっぱり来たか。うん、ナイス。やっちゃおうかな。はい、全然 OK っすよ。 OK っすか。 OK、よし、じゃあいただきます。近いっすよね。あ、近いっす、これは。 OK、 ナイス。ナイス。打ち上げ 15.7 ヤード。高いな。まあでもなんか似たような距離では、うん、右から左の風。タイガー力を貸してくれ。うわ、失敗だ。あ、走る、悪くない。入っちゃうじゃん。おー、 おー、ナイス。ナイスボギーだね。はい、ボギーですね。よかった。8を上りすら、ジミのを見ると結構切れると思います。こっから伸びろ。おー、オッケー、オッケー。ナイスパー。ナイスパー。追い上げてるねー
それなんすか。ムーンウォーク。うん、あんま取れてなかった。さあ、ということで後半スタート3ホール波乱のスタート3ホールになりましたね。やばかったよ俺、3区になんか OB にみたいな、なんてか。まあでも、後半いや、3オーバーで収めました、はい、なんとか。安くも後半パープレー、はい、まあパーパーパーです、うん、もうこんなもんでいいかな。こんなもんでいいんじゃない。もういっか、うん、本気出す、本気出す、ジミが、ジミが本気出すということで、アウさんは後半、あ、もう僕が2オーバー、2オーバー、はい、いつも通りなですよ。ということで第4話終わりまして、鉛大事だわ。鉛の大事さ、鉛の重要性ということで、次も見てください。よいしょ。